もうブラックとかいグレーぐらいの会社で働き始めちゃってなんかその人にコンプレックスを植え付けて購入してもらうみたいな仕組みだったんで100円を10万円で売ってるみたいな感じなんで防音室みたいなの入って叫んだりとかしてストレス溜まりすぎてみたいなお宅の中に入ったらギャルだって思われて敬遠されるみたいなでも本当の本物のギャルの中に入ったら私がお宅みたいなパンパな パギャルって言うんすけどパギャルっ <laughs> うですけどはい、ということで今回のコーディナーシュポッドキャストのゲスト VL ケニーバルニーでーイギャルです <laughs> ありがとうございます。お願いします。ラップスター出演中のワルニーシャン。ワルニーです。どうですか調子いい感じですかそうですね。ちょっと、うん、待ってください。ちょっと事前に確認したかったんですけど、これ、いつ出ますかそれは、えっと、いつ出ようから、全然それは、あれできます。いつでも、了解です。えっと、 ラプスター落選しちゃってああそっかそうなんですよ30人までそっかやっぱあれは結構あれでした結構食らったっすかそうですね何だろういやいけると思ってたんでいはいはいはいや俺もいけると思ってたっすよ普通に最回想してたからちょっとびっくりかなみたいな。 確かにそうっすよね。まあそうじゃないですか。次次のどのビート選ぶかなんて思わないですか。そうですよね。なんならみんな本当にその日作ってんのかとか思わないですか。確かにね。そう仕込む仕込むかなぐらいの気持ちだったんですよ。なんですけど、まあそういうことやってるからですかね。いや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 。でも結構意外っすよね。多分もうこれ出てる頃にはフットステージの新車を発表されてる気がするんですけど。そうですね。はい。出てる頃にはそうですね。多分なんすけど。 結構俺的にもなんかあ「あれ行くと思ってた人たちが行ってない」って。 結構ハラン。うん、いやマジでハラン。ですよね。そうなんですよね。こういうメンバーなんだっていう。そう、私全体は知らないんですけど、ま自分の喋れる範囲でしか知らないんですけど、マジみたいな。はいはいはい。結構言ってないなみたいな。確かに。うん、なんだったんだあの三人組みたいな下りは。はい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 。山田龍馬バルに並べた。ええ出てましたね。あのクルを作った方がいいみたいな。じゃあ三人こうね並べられたあれは一体何だったんだみたいな。 <laughs> 確かにね。<laughs> マジ受けた。え、ていうかあれっすよね。グループ B 全員行ってないっすよね。いや、そうですよね。ですよね。そう。それが、えみたいな。そう。それが、いや、びっくり、衝撃。そんなことあるんだ、みたいな。ねえ。いや、なんなら、グループ B で埋まっちゃうけど、ぐらいな。<あ> <laughs> <laughs> いいっすねいやそうですよね私はそういうぐらいのメンタル前メンタルだったんですけどびっくりっすねやっぱ調子乗ってるからこうなるいや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 、でも衝撃来たと思うっすよ俺も出て瞬間もう覚えてますもんねすぐいや覚えやすいですよねいやめっちゃ覚えやすいし歌詞とかももう出てきちゃうエビスノンバシカでイェーイ イやーイって結構ですかやっぱアリスバチカあそうなんだアリスバチカとあだ名フォレストリミットフォレストリミットってクラブなんですかあそうですそうですそうなんだちょっとなんかアンダーグラウンドなクラブね暗くて雰囲気ム雰囲気良くて行きやすい感じですねそこがゴートゥーのクラブなんだそうかなあとはスプレッドとか下北とかですかね実質わかんねえわあ結構小箱中心なんでそうですねクラブクラブって感じじゃないはいはい ブラ遊び遊びって感じじゃなくて結構なんか音楽聴きに行くみたいなアングラン発行みたいな感じかもですそういう感じだやっぱ俺はド民ミンなんで北海道民なんでハーレムとかすぐ出てくるそれしかわかんないといか逆にねぐらいなんでちょっとねいろいろありますよ東京は。小箱がいろいろはい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 結構じゃあヒップホップ業界は結構ずっとなんかヘッツなんだっけちょっと書いてるからここにうん と気が合うかもしれないういやなんか私はでもどっちかというとそういうハーレムとかはほんとほとんど行ったことなくていわゆるそのヒップホップらしいところあんま馴染めないけど割となんかお家で見てるオタクみたいな感じですよだからんだろうないやでもちゃんと行くとこ行ってるっていうかうのオタク的な感じでんか。 バッドホップの、なんか全部行って、はい、武道館行って、はい、で、なんかハーレムに出るらしい、ちょっと初めて行ってみよう、みたいな。えー、そういう感じの、なんかオタク少女みたいな感じだったんですけど、なんか、パッと見だと全然、なんて言うんだろう、ヒップホップらしいさがないかなって。まあ,まあ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 、はいはいはい、ないで、ね、で、その、なんだろう、リスナーの人に、あの意外と話すと気合うかもよ、みたいなことで言ったっうう。はいはいはい、はい。<laughs> えー、てか、元々もとじゃん結構ヒップホップ聞いてたんですかそうですね。 大学ぐらいの頃でそれは 入りはでもパンピーさん PSG とかだったんで結構どっちかというと割となんか強そうなヒップホップじゃなくて割となんかチェックシャツみたいな感じのから入りましたね。なるほどさっきから歴史をいろいろ聞いてみてみたいな感じですね「ブッダブランドキエル・マキュー」みたいなところを聞いてライムしたおもろいなってい感じですかね。 すごいな。でもなんかもう、うん、あれなんじゃないですか 今いるヘッズよりも生のヘッズなんじゃないですかそういうやっぱりそこまでいっちゃうと <laughs> うどうだろうでもめちゃめちゃヘッズの人たちとなんかツイッター昔からつながっててあ <laughs>、はい、そうですかそうなんですなんかそういう結構有名ななんだろうヒップホップ評論アカウントみたいなじゃないですかんかそういうのとかを私がなんかフォローしに行って情報をもらうみたいな感じ側だったんですよだからなんか割とそういう人がに囲まれているかもです、えー

で、なんかちっちゃい申請で、はい、なんか曲作るようになって、で、バンドでそのやるみたいな私が作ったやつをやるとかやったんですけど。うんうん、まあ、なんかね、一人でやった方が楽。うん、ああ、そうなんですか。そうかなって、なんか、まあ、仲良くしないといけないし。ま,あま,あまあそうですね。だ <laughs> <に>から、ね、一人の方が早くないと思って、で、ちょうどその時。パンピーさんとか、豆腐ビーツさんとか、うんうん、なんかこう。 何ですか自分で打ち込んでラップもしたりとか、うん、サンプリングしてラップしたりとかいうスタイルの人が結構いたんで、うん、あ,あじゃあそれやっていいんだみたいな感じで始めた、うん、一人で。なるほどね、うん、でも最初は結構大変だったんじゃないですか あでも全然、やっぱり周りにもいなくて、全然そういうっぽい人やってる人とかいなかったんで、なんですかね、全然進まなかったですね。たまに、なんか録音してサンクラあげるみたいな感じで。 で本当に全然そこから5年ぐらいずっとなんか普通にだらだら働きながらはい、はい、ちょっとたまにラップやって載せるぐらいの活動だったんですけど <laughs> はい、はい、なんかここ4年ぐらいですかね2019年ぐらいからもうちょっとなんか配信「チ、はい、ューンコア」とか始まった頃だったのかな。 やり始めましたね。ちゃんと配信とかしよっかなみたいな感じで活発にやり始めました。そういう感じなんですね。結構もうシングルとかも出てるじゃないですか。はいはいやってますやってます。そういうのも出て、なんかあれも見たんですよ。あのズームのやつ。ああはいはいはいあれはそうだズームギャルズ。ズームギャルズあれは2020年コロナ始まった時にそうですよね。はいはいはい。でもなんかこう結構在宅で時間余ってたし、なんかやろうみたいな感じで。 で自分の活動も、まあ、ちょいちょい EP 出したりとかしてたんですけど、はい、まあいまいちなんかあんま聞いてもらえないなみたいなまあ全然まだまだだなっていうタイミングだったんで。 なんかちょうどちょっと目立ってる女の子ラッパー声かけてなんか一発バーンっていかないかなと思って企画しましたすげえすげええあのズームギャルズの前にあのズームのやつ出したんですよねそうです最初があれが始まりそうですよねズームっていうズームってやつですねそうですねそれを企画してやった結構回ってるっすね二十何万2何万ぐらそう回りましたねでもなんかその 多分コロナ禍利用してみたいなのが大きかったのかもですね話題になったああそういうことかですですえでそれででもだってズームギャルズみたいなアカウントも作って何曲リリースしてたですよねそうです3曲ぐらいやってそうですねなんかうんでもコロナ禍の一応企画みたいな感じでやってたあそういう感じだったんだだってしばらくなんか出してなかったから何なのかなってなっちゃったから 節目っつか、いい、はい,はい、いい区切りかな、みたいな感じで、あ<ー>でまあ、それぞれの活動、はいはい、結構、まあ、毛とバラバラじゃないですか。まあまあまあ、確かに。そう,そうなんで。まあ、レギュの人とかもいたんですよね。あ、なんかそうです。<laughs> <laughs> いろいろ、大音、大音、そう <laughs> メンバーじゃないんですけど、とか、なんか。<laughs> そうですねとりあえずコロナ禍で一旦ああいう企画みたいな感じであとは自分頑張ろうみたいなそういうことかはいえもともとあの皆さん6人ぐらいいたのかなそうですよねは知り合いだったんですかいや知り合いだった子もいますけど全然会ったことない子もいてえなんかその時うん目立ってたみたいななツイッターボンって上がってくるなんかその V メールの子とかに DM してみてみたいな感じでしたねすげえな でもやっぱ自分でそれ企画していろいろやってたんですね。そうですね。な,なんかき。 きっかけを作りたいなみたいな聞いてもらえる、それはめっちゃありましたね、いろいろ。すげえな。いやラップスターとかでも、まあちょっと戻っちゃいですけど、いやなんまら歌詞とかもすげえ、一番最初なんか Q&A みたいな始まり方するじゃないですか。そうそうそう、あれがすごいいいなと思って。あれはプレゼンですよね。プレゼン確かに。自分こんな感じ、まあ引っ込まれるそうなことを全部先に答えちゃおうかなみたいな感じで、そうそう、こいつヒップホップなもう活躍してるんじゃないのとかいろいろ言われる。 ことあると思うんでまあ全部答え先に言っちゃおうみたいなはい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 そういう感じだったですねいやでもめっちゃおもろいなと思ってやっぱ自己紹介ライップじゃないですかあれそうですね1曲目はやっぱ紹介しないとうかなみたいなはいはいはいで俺結構おもろいなと思ったのが何がヒップホップ暮らしを良くする向上心ああこれめっちゃいいなと思って超いいだろれはみんなに当てはまるじゃないですかどんな状況の人にも当てはまるヒップホップやってる人だったら確かに向上しなくていいって思って 持ってる人いないんじゃないですか。さすが、ね、に確かに確かに。うん、ヒップホップで向上どういう風に向上してるとかあるんですか。やっぱ生活水準、えー、生活水準もそうですけど、はい、まあそうだな、向上し、いやでも最終的には何向上しつつも無理しなくなりたいですね。うん、あなんか普通に疲れない状態になりたい。ため、えー、に今お金を先に貯めちゃうぞみたいな感じかも。そういうことなんだ。はい え、どういうことですか将来的にってことそう、将来的には、はい、なんだろう、割と何もしないで寝て過ごしたいなみたいな <laughs> そういうことなんだそうなんですよ <laughs> だから今のうちにいろいろ頑張って、もう曲とか回して、みたいな <laughs> 人にも曲書いてみたいな、<laughs> で、当てて、あとは寝てよっかな、みたいな のが結構目指してますねところなんだ、うん、え、じゃあ楽曲提供とか歌詞提供とかもしてるとかしてますしてます<ー>それはなんかもともと結構アイドルファンみたいなところもあって女性のアイドルが好きで、なんだろうそういうのを周りにやってる人もい てそのアイドル運営とかアイドルプロデュースをやってる人とかもなんいてもともとで曲書いてとかいうの来たりとかしてあとはなんかまあ噂こういう人いるらしいよみたいなラップかけてアイドル好きな人いるらしいみたいな感じでなんかオファー来たりとかして結構書いてますねすげえそうなんだ全然知らなかったすごいっすねじゃあ結構幅活動の幅は広いそうですねそれもなんか うん一個じゃ心配やっぱ<ー>仕事としてか普段も仕事もしてるんですけどそう,です、ねはい、そう普通昼間働いて、はい、で自分の活動で、えーとまあ、当たるか当たんないか分かんないしかつで人に書くのもやって。 でなんかいろいろ何個か用意しときたいなみた仕事うん気持ちありますねなるほどねすげえギャルだけどめっちゃ考えてやってるんですねそうそうそう考えるしかしてないかもいいギャップっすね我々はそうですね直感とかないっすねないんだ直感なこと一回もないかもやば面白いなってなんてかでイエーイとか言われたら直感と思っちゃうもんいやそうです 直感タイプかと思うでしょうけど一個もないですね直感のところはすげえわ頭脳派だそうかも。そっかあとさ結構面白いなと思ったのが C は「FUCKDOWN」って言ってあれ なんかみんなやっぱファーストファッション買って捨てて買って捨ててとしてるからお前らそれでいいのかって問いかけたかった <laughs> 問いかけたかた <laughs> <laughs> ファッションとかどうしてるんですかでも結構メルカリめっちゃ多いですああこれはたまたまあの久しぶりに新品買ったなぐらいのもんで、はい、あとほとんどメルカリかもしれないですマジですかはいやっぱギャルはメルカリ使うメルカリ使う昔のもめっちゃ惚れるし、えー、はい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 、うん、昔の 2000年代ぐらいのやつとかを<ー>そう掘ったりとかはい、はい、あとはリサイクルショップは <laughs>、うん、<laughs> ライブしに地方行った時とかなんか長野とか長野の松本とか呼ばれる時に。はい なんかハードオフあったらそこ行って見たりとか都内のとかだと結構もうあさられ尽くしちゃっててそうういこか良さげな服がううなんでちょっと外れたとこに行った時にリサイクルショップ行って見るみたいななるほど えー、そういうことか。はいえー、じゃあやっぱあれセカンドスリフトショップっていうか古着屋かとかは結構回るのも好きで。うーんいやーなかなかなんか都内で回ったりとかはしなくて基本メルカリ。メルカリですか、ね、そっかそっか。えどうやって探すんですかメルカリでメルカリでなんか最初はそうキーワードとか例えばなんか。 なんだろうデニムでなんかフレアとかなんか形とか入れて調べるんですけどうん、うん、良さそうな出品者いたらその人フォローしてその人が出してる他のその人のワードローブを見たりとかあ,あと最近だとめっちゃ特殊なんですけどアーティストのグッズ出してる人。 とかのページに行くとその人が服と服も出品してるとかであると結構そのんだろう音楽性とファッションがいわつながってたりとかしてそこで見れたりとかしておもろいなみたいな。えアイドルとかがそうかメルカリで出しちゃとかしてるってとですかじゃなくてアイドルファンってことですね。フファァンンがアーテストのの人 が、CD、DVD、なんかいろいろ、はい、グッズ、ライブグッズとか出してるのと一緒に自分の服も出してるから、そういうの見たりとかすると、ううと結構なんか深くまで潜れる。そういうこうです、ね、同じ趣味とか系統の人がいるからってことで,す、ね、そ,うですそうです、そうです。おもろいです、それは。おもろいですね。うん、なるほどね。なるほど、すげえ。 ちょっとこれとかもまあちょっと服のまた話になっちゃうんですけどはい、はい、これガムテ貼ってるウウルトトラライトダウン <laughs> これはどういういラインですか <laughs> これは、はい、えっとなんか私結構大事にしてるウルトラライトダウンがあって <laughs> でなんかまあもうでもボロボロもうすごい前のやつだから <laughs> まあ、綿とか出てきちゃうみたいな毛が出てきちゃうみたいなとか<ー>なんかそういうなんかなんかボロボロになってるからそれを、はい、まあ裏とかガムテープても使うよみたいな感じなんですけど。なんかその フジロックに一回昔行った時になんかその夏 <laughs> <laughs> うん、だと思って行ってたらめちゃくちゃ寒くて夜とか透資しそうん、なになるぐらい寒くてでやばいってやばいってってなって友達みんな薄着で来ちゃってやばいってなって一人だけ後から遅れてくるってやつがいたんではい、はい、その子にウルトラライトダウン買ってきてみたいな3枚買ってきてとか言って <laughs> であの持ってきてもらったそのウルトラライトダウンが今も来てるウルトラライトダウン,ララダウン友情のウルトラライトダウンだ、はい、えー、いいっすね友達のサークルとかも結構音楽やってる サークルも多いんですかああその子たちはでももともと美大に行ってたんで<あ>割<と>美大なんだそうなんですよ割とそういうなんかすごい音楽好きとかじゃないけどうん、うん、興味ある子が多くて割と一緒に行ってくれたりとかうん,うんなんか知らんけどおもろそうだから行くよみたいな子とかが多い美大はどういう えっと、なんかデザイン科で一応なんか空間系ンそうですディスプレイとか舞台とかそういうのをやる学部だったんですけど<ー>でも全然なんかたまたまその部,部に入れたから入ったみたいな感じでんかあんまり入ってからも何になりたいか分かんないなみたいな感じで、えー、まあなんか映像を撮って。 でなんか作品提出したりとか全然空間関係ないんだけど、関係ないね、ビデオ撮って <laughs> あの提出してはい、はい、単位もらったりとかしてました。え昔からアートやっつとかじゃないんだ。うんなんか高校三年ぐらいからなんか美大行くかみたいな感じで結構、はい、ギリ,リだ。そうですね高二ぐらいかな。はいはい、でもなんかそれもなんとなく本当に親とかからはい、はい、あなた美大ぐらいしかないんじゃないのみたいなこと言われて。<laughs> 確 <laughs> ううかは絵は描いてたけどた絵は描いててテストの用紙の裏とかめっちゃ漫画みたいな描いてたんですけど<ー>そんななんかなりたいと絵師になりたいとかじゃなくて <laughs> 全然なんかおもろいから描いてたぐらいの感じなんですけどなんかまあそう言われたらそういう気がしてきちゃってそうそうそう美大行く美大しかないのか初はみたいな <laughs> やっていったみたいな。 おもろいだ <laughs> そうですねだから結構なんか後々に気づくみたいなあこれやっぱ興味なかったとか<ー>あこれやっぱ興味あったんだみたいなこと後々になって気づくことが多くてへ、うんえーそうですねだから結構ラップ始めるのも遅くなっちゃったなみたいなそうな感じなんですよねそっかえでもラップ始めて何年ぐらいなんですかでもやって何年だろうでもえ大学三年ぐらいからやっているのかなはい、はい、だからえー 八年とかじゃないですかね。なのかな。でも,も、そのちゃんとリリースしようとか、なんか、この自分の時間を整えて、うんうん、あのラップに打ち込むぞみたいなことをやり始めたのが、それこそ4年前ぐらい。まじでそうなんですよね。はい、は,いは,いはい、はい、うん、はい。なんかきっかけとかあったんですか。え、なんか会社がきつすぎた。<笑><笑> はいそうなんだそうです。なんか、やっぱ、もうブラックとかグレー、濃いグレーぐらいの会社で働き始めちゃってはいはい、はい、なんか働き始め新入社員ぐらいからもうその状態で、え、やばいって、やばいって。でもなんか、その、始め<ー> <laughs> で働きたところ初めて働いたところってその3年ぐらいいないと次転職しづらいのかなって思い込んじゃったし周りからのそういうなんか圧っていうか洗脳もすごくてあーやっぱそうですよねみたいな23年いないと転職できないかみたいな思い込んじゃってそのただただきつい環境に何にも成長するでもなく23年いっちゃったみたいな。そうで なんかたまに本当イベント遊び行ったりとかうん、うん、まあなんかいちょっとラップ書いてサンクロンせるみたいのが<ー>息抜きみたいな感じでまあでもとてもじゃないけどなんかそんながっつりやれるようなか時間もなくて<ー>で、で転職して、はい、で、もうちょっと別のベクトルで グレーなんですけど時間だけは余るみたいな会社に入れてで、まあ、時間は余ってるからあそこでもうちょっとやろうかなで本格的にもうちょっとやりたくなってきてでもう一回転職して今のところ。 みたいな感じですねでそのタイミングでもう正社員になるのはもうやめちゃいましたフリーランスになりましたフリーランス業務委たとかそうですそうです今はさなんでもうちょっと時間ができるようになって本当に活動ちゃんとできるようになったなっていう感じそうなんですねどうなんですかやっぱ俺日本の企業とか働いたことないからさっき恋グレーっていうのはめっちゃおもろかった表現がベクトリウムいグレーってどういうことなんすかえなんかなんだろうえ普通に週休二日だと思って入るじゃないですかなんかでも 週1プラスたまーに2みたいな休みうわきついな<で>それ完全週休,休じゃないと週2完全休みじゃないらしいんですよだからそれは知らなかったから普通にどういうことっすか完全週休2日制ですって歌ってるところはあーそういうこと完全に週休2日なんですけどはい、はい、完全がついてなかったんですよその会社は何それだからなんか週休2日っていうのはう抜け穴ですよね、はい、つまり週1か月に1回ぐらい週2で休みがあれば OK みたいな。 全然なないいじゃん休みみたマジえそういううもんなのそ全然休みないじゃんみたいなしかも週1しか休みなかったらなんか疲れて終わるじゃないですか寝てなんか疲れ取って終わりみたいな感じでうわんだそれすげえグレーそうすごいグレーグレーっていうかブラックだなそれもとかなんかいろいろあってえぐい会社 だったからちょっとストレスがたまりすぎてなんかえ、そこは映像系の会社だったんですけどあそうなんだ映像教会かそうそうそうなんか防音室みたいな入って叫んだりとかしてストレスたまりすぎてああみたいなうわー来てんなアナムラそうまたおかしくなっちゃいそうだまあ普通になんか体とかも壊しちゃったんでやめましたそれはやめたほうがいいっすわそうそうそうですそうですへー でまあでも転職先もまあそれはそれでなんかやばくてなんかまあ普通闇みたいな闇っていうかなんか美美容美容系のなんかまあ会社を広告するみたいな仕事してたんですけどなんかまあ闇ですね普通闇っすねあんまそうなんだよ100円を十万円で売ってるみたいな感じなんでまぁなんかちょっと無理でその倫理観的にも無理で やっぱあるんだそういうい会社 <laughs> そうであとなんかそこの,その時はその、ねうん、働き始めた時点では何も考えてなかったんですけどなんかその人にそのコンプレックスを植え付けて、うん、そのなんて言うんだろうあなたの顔直した方がいいんじゃないですかみたいなふうにやってコンプレックス煽って購入してもらうみたいな仕組みだったんでちょっと本当にそれが無理になっちゃってそれはやダメだろ絶対ダメと思ってうん、うん、こんなのに加担したくねえよと思ってやめたって感じです気づけた そうなんだ、うん。いろんな経験してるっすね、やっぱね。そうそうそう。すげえわ。そうなんですよ。だから私の YouTube にある本当<ー>ね、一曲目一曲一、はい、回目に出したビデオって、なんかその美容系のなんかインフルエンスみたいなことに対してなんかこう <laughs> なんか激怒してる。てるなんて曲だろう。えー、っとスワイプアップビッチ。スワイプアップビッチ。 ね、<laughs> その時はなんかインスタもまだ全員がリンクに飛ばせる機能がついてなかったんですよ。なんでフォロワー多い人だけスワイプアップするとリンクに飛べるよっていうのをやってた時期なんでったっ、ねはい、スワイプアップしねえぞみたいなやめみたいな曲を最初出しました。だ始まりかも <laughs> 辛口でいいっすねそれが結構きっかけえーうん、もっとラップやりたいなみたいな感じになって、えー、そう今はいい感じにあの生活を整えて,整えてスケジュールできるようになりましたはそっかいいっすね、うん、でこうやってねラップスターのこういうねあのあれがあってそう、ね、そうなんですどうでした最初買った時はえー、なんだろうでも本当に 最初は記念受験的な感じ、はい、なんて言うんだろう,ああうだ記念に受けるかみたいな感じだったんですよ。 っていうののもなんかそのいわゆるヒップホップっぽく見えないからまあどうせダメだろうみたいな感じでだけどまあチャレンジしたいなみたいな感じで応募したらまあ130人のなんだっけエリアトライアルあれに入れたんであどうしてくれんのかいみたいな門を開けてくれたみたいな感じになってあだとすればなんか最後まで行けるんじゃないみたいなあのことを思っちゃってて。 <laughs> そうなんだった基本的には自信があるからみたいないいっすねいいっすねそうですよあそこはもう開けてくれるんだみたいな感じになっていやでも決まってたっつもだってもうあのあ<ー>まあもちろんエリアトライアルからもうすでにあ,<ー>あれもあったじゃないですかなんかなんだっけ次の週の予告みたいな感じでバルニーちゃんガンガン出てたじゃないですかそうそうそう,そう俺その時点で笑そしそたいみたいなうそ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 うンうそ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 っそうそうそ そうですよね、いやおもろそうだなと思っていや、そうなんですよねでもそうそうそう、そうですねまあでもサイファー行けたのはま何よりも嬉しいですよねいや、めっちゃ良かったですねサイファーもかっこよかったですけどねうん、なんかあのチーム嬉しかったな、あのチーム良かったですねさっき会場、撮影の時、会場行って、受付行ってで、なんか受付にこう、多分票があるんですよ誰が来るかみたいなチームと で受付の人がチェックしてるみたいな「B チームバルニさんですね」みたいな感じでだったからそこをピュって顔見して誰がいんのと思って知らなかったですそれまで誰一人として知らなかったからピュって盗み見て誰がいんのって思ったら「リューク」って書いてあって「やったー!」ギンギンでゴギンギンでゴー!」めっちゃうれしいと思ってなんかもうそれでもうんか山場じゃないですかめっちゃんか。なんだろ組み合わせも大事かなって思ってたんでリュークと一緒に。

楽しみですすねそうででいやも「あのギンギンデ号」はもうなんて言うんですかもうトレンドになったじゃないですかあれも。でやっぱそのね YouTube とかも回ってたし俺も職場の人に見せたんですよね。そしたら「ギンギンデ号」はまっちゃってみたいなそうそうそうおもろっかっあれ超えんの結構でも大変かもしれないですけどね。いやそうですよね確確かかににでまあなんか順番もなんか並んじゃっててリュウクんとリュウク君の後に私じゃんと思ってこんなラッキーあるみたいな。 みたいななんかみんなさクリックしてね見に行くところだから後ろでなんかリュックが終わってまるにイやー出てきたら何こいつってなって一回止まるかもしれないからなんかいいなラッキーかみたいなめっちゃポジティブに思いましたいいっすねなるほどねそうかそうかいやねラップしたそうなんですよで落ちた時に信じられなくてかなりで友達とかに言ってもえーみたいな 受かってるんじゃないみたいななんか明日になったら連絡来るかもよとか言わてくれててそうだよねみたいな感じだったんですけど本当になんか信じないでいてたらなんか夢にも出てきてで、夢にも出てきた時になんか電話かかってきてやっぱりミスでしたみたいな受かってましたみたいなでマジですかみたいな言ったらスカイくんじゃなくてバルニーさんでしたって言ってて去年のに出てんのかい あんし証ライバル今の2023の子たちじゃなくて「スカイくんライバル視してんのかい?」みたいな <laughs> <laughs> そっちそっちライバル視してるってそっちがその本当の内面が出たって思いましたそっかそうんスカイくん、ね、なんだってそこで初めて分かったんですけどはい、はい、でしたら「まあ、夢か」みたいな感じの夢落ちじゃないですか、うん、したら「 数日経って普通にジムで運動してるときに知らん番号から電話がかかってきてんと思って出たらラプスター担当の誰々ですみたいな「ん?」みたいな「うん、マジになってるぞ」みたいな「<ー>マジか」と思ってえなな,なんでしょうみたいな感じで走りながらこう出たら今ナレーション撮ってるんですけど「バルニーさんですかバルニーさんですか?」って,って <laughs> <laughs> なんだよみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> そっちかみたいなそれかよっていうねやつがありましたえバルニーなのバルニーえーっとバルニーですバルニーっすよねまあそう,そうなんですけど、うん、みんな結構適当にバルニーちゃんって呼んでくる人も多いんでそれでいいかなみたいな、うん、そう適当にやってる,ってるそうラブスターの人から電話いが来てきてめっちゃドキッとした <laughs> そっかっい,いやいやまあでもだいぶ多分なんていうんですかね覚えてる こう、ラスターに出て目立ったとか耳に残るって言ったら俺バルニーちゃんだと思うんでこれからじゃないですかそうかなそれが目的だったんでそうですよねプロモーションもあるしそうですよねそれが目的だったんでそっかそっかちなみにちょっと戻っちゃうんですけどバルニーは戻っちゃうわけじゃないですけどこの名前はどっから来てるんですか <laughs> あのなんか中身と似合わないみたいな感じでなんか中学とかでもはや中学の時点でもう春菜って似合わなくないみたいな感じになって周りの子がバルナバルナって呼び出してしばらくバルナで行ってたんですけど高3ぐらいの子かで3年4年ぐらいバルナで行った後になんに海外っぽい感じの子がバルニワさんみたいな言ってあそれいいんじゃんみたいなそれ使おうみたいな <laughs> あそうなんだじゃもうニックネームなんですね そっか、おぼろいだ。名前もいいっすよね。覚えるっすよ。ああ、ほんとですか。ちょっとでも難しいのかなみたいな、一瞬。ああ、確かに読み方とかは難しいかもしれないけど、一回聞けばすぐ覚えれそうな感じで。はねまあ、字面はかぶらないからいいかな。そうですよね。そっかそっかなるほどね。ちなみに、ちょっともうちょっとプライベートな話になっちゃうんですけど、あの俺ちょっといろいろリサーチしてて、あのちょっと昔の曲とかも聞いてて、でアジアンギャル。 はいはい、あれであの韓国語を使って曲があってそうです「アジアンギャル」と「ヌナっていう2曲あってあの小学校5年から中3まで、はい、あの韓国の日本人学校に行ってて<ー>で親の仕事の関係で転勤でみたいな感じで、まあ、い住んでたんですけど、はい、まあでも。 あの曲の中で使ってるほどは全然喋れなくて、はい。あ、そうですか。そう、そうなんですよ。全然あの思い出しながら、ちょっと調べつつ書いたみたいな感じなんですけど。なんか、そうですね。久々に韓国語でもやってみる感じじない。はい,はいはいはい。<laughs> なんか、もっと勉強しとけばよかったなみたいな気持ちでやった。感じですかね。どうでした韓国に。結構長いですね。だからね。えそうですね。何年だあれと、五年とか。あかんな時期に。行ったんですけど。はい、でも、やっぱ、その時。 なんか日本にずっと住んでてその時は埼玉の小学校とか行ったんですけど、うん、あの友達とかも全員そこにいるし<ー>引っ越したくなさすぎて韓国行くの嫌だみたいなめっちゃくちゃそうそうで食べ物も日本のがいいし文化もめっちゃ日本の漫画読みたいアニメみたいなテレビ見たいしみたいな感じでそう全然喜べなくてはい、はい、だ,だから韓国語とか勉強する気とかもあんま わかなくて、韓国のなんカルチャーとかも全然なんか、はい、なんだろう調べなくて、日本のなんか漫画送ってもらったりみたいな<ー>うん感じでしたね。そうなんだ。<う>え、韓国の文化は全然じゃ今も興味ないですか？いや今はそれ好きな。 好きになった。そう、そう、まあ、でも、それはアイドルとかから始まってるんですけど、アイドルから思われますけど。そう、そう、なんで、は、なんで、やっとかなかったんだしみたいな。自由にやっとけしみたいな気持ちで。あの、そのタイミングで、アジャンギャルとか書いて、なんか、お勉強でもしようみたいな。気持ちですかね。はい、はい、はい。どういう、あの、アーティストが好きだったりするんですか。ええ。なんだろうな。誰が好きかな。でも。 普通にあのー、オーディション番組とか好きで<ー>韓国のオーディション番組とかが好きで。 すごいなんか応援してたりしたんですけどわ,わなわんとかあ,あんま全然わかんないですでも知りたい <laughs> そ,うあそうですか、はい、そうそうそうなんか韓国のオーディション番組からできたアイドルグループとか,、はい、か好きだったりするんですけどまあでもなんかオーディション番組も、はい、なんかまあ残酷な部分もあるじゃないですかす <laughs> ラブスター出といて何って感じなんですけどかなりそのまあ結構ラブスターは割となんていうんだろう、うん、全然 なんだろうな、色がついてないっていうか感じだけど、編,、うん、の編集だけど、韓国のオーディション番組だと、なんかすごい号泣してるとこ映したりとか、メンタルやられてるとこ映したりとか、からの復活みたいなストーリーとかつけたりするんで、えーね、ちょっとなんか残酷だな、みたいな。そういうことか。そう、でちょっと反省しちゃって、もうあんま見なくなりました。はい、<laughs> <laughs> そうなんだ。<笑><笑> 結構厳しそうだもんな韓国のエンタメはいやそうですよなんかあと応援してた子とかがなんだろう全然デビューできなくてみたいなんっていううちに自分もちょっと興味が離れていっちゃってみたいなとかをあって割となんか無責任だなみたいな私もみたいなワイワイ応援して投票とかしたけど全然なんかその後も追ってないしダメじゃんみたいな感じになってあんま見なくなっちゃいましたそうなんだ <laughs> え、ちょっと戻っちゃうんだけど、はいはい、あの、韓国でいろんななんか漫画とかアニメとか送ってもらったみたいな、漫画送ってもらったみたいな、<ー>結構やっぱそういうのはい 結構,結構の読,読んだりとかそうですねあのやっぱなんだ音楽とかも CD 買って送ってもらったりとかあと持ってる子に借りてみんな MD コピーしたりとか誰かがもう、うん、例えばおばあちゃんとかから送ってもらったものとかをみんなクラスで回して読んだりとかすごい大事になんていうんだろう1個のエンタメをすごいみんなに貴重なエンタメ。はいはい <laughs> だからこう回してみんなでやったりとかしてそっかそう日本人学校だからみんな日本の文化が恋しいわけだそうなんですよでみんなそれぞれまあそんな何個も何個もね買ってもらえるわけじゃないですか小学生だからなんかなんか漫画なんかデニプリ持ってる子ナルト持ってる子ワンピース持ってる子みたいなでみんなで順番回してよみたいなそうそうそうでもその子が引っ越しちゃうと続きは読めないみたいな確かにそうそうそう 引 <laughs> っ越しとかもつきものなんですよねやっぱさか日本人学校ってそうなんですよすぐ日本に戻っちゃったりとかインターナショナルに転校しちゃったりとかするんでそう,なんだそうなんですちょっと特殊な環境,特殊な環境だ,だなかもでもそれは別に寮とかじゃない じゃないですないですでも日本人が多く住んでるところエリアに住んでました、うん、あそういうことなんですねどうなんですかその当時の友達とかまだなんか,か,かったるですかあでも今もうそうですねたまに連絡取りますね取ります取りますクラスジンドックいました <laughs> ジンドック <laughs> ジンドック <laughs> ラッパ、はい、はいはいはい <laughs> 同じクラスえマジっすかいたいたんですよ やばくね。そうやばいですよね。まだ会ったことなくて現場では、それもちろんあのまあスターだから彼はあのまだ一緒になったことないからそれ目指してます。ええ、同じ学校にいたんだ。そうなんですよ。同じクラス。同じクラス。しかも同じクラスか。そうです。え、年とかも同じですか。同じです。同い年だ。そうなんです。で一学年に一クラスしかないようなちっちゃい学校なんですよ。だからみんな一緒のクラス。 そういういことかやばくね意外な設定すぎてあんなこんな,なんかレイジというかドリルというかめっちゃ怖いジンドックとギャルルのバルニーちゃんイエ <laughs> ーイと言って <laughs> 一緒にドッボーーしてイイこの二人が出るステージがもう逆におもろそうそうですけど、ね、い,や本当にいつ何がそういつなんかないかなみたいなそういつ来るかなと思ってすごい、まあ、それを頑張るモチベでもありますねちなみにそういうのあるんですかこれなんか自分のアーティストとして、まあ、今はラップスターも出てやっぱ多分うん、うん、見てる人とか注目してくれる人もどんどん多くなってきてると思うんですけどうん、うん、やりたいことなのかとかえ何、ー、だろうでも藤野 クだ日本一番でかいフェスでそのあとは海外のフェスとか出たいなみたいなサウスバイサウスウェスト出たりとかしたいなみたいなこちらも最後こちらあやばいですねやばいですねやばいっすねやばいっやいっすやばいすねやばいっすやばいすやいっすね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 やばいっすいっすねすねやばいっすねすねいいすねいい 作るみたいな、みんなが知ってる曲作りたいなみたいな、まだな、そういうのないんで、そう、みんなが知ってるようなやつを作りたいな。できそうだけどなぁ。んどう、ね、どういくかですよね。そうですね。頭脳派だから、考えてねって、企んで。そうそうそう。ちょっ込んで。椅子込んで。 <laughs> いいっすね、いいっすね。<laughs> そっか。ちょっとじゃあ、もっとプライベートっていうか、今のやってることとか、なんかマイブームなのか、うんうん、他に音楽活動でやってることとか、なんかあったりするんですかまあ、音楽活動以外とかですか。うんはい、まあ、活動なのか。なんだろう。マイブーム。ーあでも、なんか、ラジオ聞くのめっちゃ好きで、<お>ラジオ、ラジオ、お笑いのラジオとかが好き、お笑いのラジオ、そうそう、深夜ラジオみたいなのとかが大好きで。はいはい で好きだったのもあって今その,のラジオ局で働いてるあそてまあなんかデザイン仕事とかなんですけどはい、はい、まあずっと好きなとこにこっそり入るみたいな。はい <laughs> そうなんだええ。まあそういうのもありますしあと自分でポッドキャストやったりとかやばいそうポッドキャストポッドキャスト仲間ですねそうなんですイエーイイエーイポッドキャストやってるしねポッドキャストやってますどういう内容なんですかそれはえっともう五年ぐらいやっててそうでもなんか普通にあの一緒にやってる子たちは別にラッパーとかでもないしなんか普通の 会社員みたいいな会社にた学生の友達と三人でやってて何だろう同世代の本当にラだリーみたいな感じ雑談とかまあ何だろう本当に結構主語でかいかもなんか友情友情友情なんか性とか性とかああそうそうそうとかなんかもうでかいことについて喋ったりとかあと何だろう仕事 仕事の仕方とかそういうなんて言うんだろう生活とかほ、はあ、んとに何か何でも話します、ねえーうん。を月にあ違う違う週、2週に1回2二週に一回1回出してます。

にみたいなそれこそ感じで始めてるんでごっこっぽくね感じで始まったんですけどなんか5年も続いちゃってみたいなそうですねそうリアルイベントもたまにやったりとか,か公開収録的なやつとかやったりとかそうしてますねすげえなポッドキャストの中も俺嬉しいっすよううん、ね、もっと流行ってほしいもっっと流行ってほしいですよね、うん、なんかやっぱその 俺はこれやるときに、まあちょっとどっかでも話したことあるかもしれないですけど、なんかアメリカって、俺アメリカ人ずっと信じてたんで、やっぱポッドキャストすごいメインストリームじゃないですか。あ、そうですよね。はい。YouTube とかもそうだし、でも日本ってあんまりないから。いや、本当ないですよね。そうなんですよ。なんか何ぐらいですよね。ポッドキャストって何ぐらい。説明しないといけないみたいな。そうそうそう。説明しづらいしづらいですよね。最初にアプリ入ってるじゃんみたいなとか。 バジそうですよね。そうんかみんなじっくり1時間ぐらい聴いてほしいですよね。聴いてほしいです。ゆっくりなんでもいいですよ。もうだからねこれも聴いてる人とかも全然運転しながらとか家事しながらとか通学途中とかね聴いてほしいですよね。いてほしいですよね。結構いいですよね。音楽もいいけどポッドキャストとかしゃべりも落ち着きますよね。ですよね。なんかリラックスできたりとか。俺結構好きなんですよね。 お笑いのラジオは、えーなんだろう、固有名詞とか言ってもいいですか全然いいですよえー、お笑いは、はい、ママタルトっていうグループ、グループ2人組のラジオとか、シンクージェシカとか、えー、なんか割と、M1、はいはい、とかも言ってるんですけど、えー、なんか割と世代近くて、はい、私の年ぐらいで、なんだろう、出てくる固有名詞とかも、なんだろう、ネタの中とか、しゃべりの中に なんか遊戯王とかワンピースとかそうなるとみたいな世代のことがむっちゃ出てくるからそれがなんかなんだろうお笑いって今まで年上の人が活躍してる状況だったんで、うん、なんて言うんだろう「ド,ドラゴンボール」とかの「ヒュー」がやっぱ多かったんですけどなんか最近はそういう若めの子たちが活躍してるからちょっとわかるようになってきて楽しいみたいな。うんはい、なるほど。えーそう いいですね、うん、他のポッドキャストとか聞いたりするんですか他のポッドキャストえでもそうですね基本でも友達がやってるやつとかになっちゃいますかねあんまりポッドキャストって そうですね、続けて聞いてるのは友達のやつだけかな。友達もやってるんですか、ポッドキャスト。あ結構やってます。てか、横のつながりがめっちゃありますね。ポッドキャスト仲間みたいなのが。ちょっと待って、俺もそのサークル入りたいです。<laughs> ポッドキャスト仲間。<laughs> ぜひ。ぜひ、<laughs> ぜひお願いします。えー、いいっすね。えー、ポッドキャスト仲間いるんだん。そういますいます。でもみんな、なんだろう、うん、ゆるくやってます、続けてますね。なんだろうなみんな割とでも、なんだろう、ラップ。 ラッパーも、あ、でも最近たまに始めてるますよね。おなんなたまに見るっすね。ラッパーのポッドキャスト。そうそうそう。 そこう、なん、なんて表現したい、どう紹介したらいいかわかんないんですけど、なんかまあアートとか、カルチャー系の、なんか友達とか、やってたりしますね。ーはいはい、ええー、うん、やば、あっつ、俺、あのポッドキャストやってる人、会ったことないです。今でマジですか。初めて会ったっす。ええー、絶対会わせたいない。ぜひぜひ。普通にやばいっすね。ちょっと盛り上げたい。ええ、いや、本当になんか、一緒にやってる子、こう一人男の子いて、その子、はい、日本人なんですけど、日本でほぼ住んだことない子で。はい、なんか。 ベルギー生まれフランス育ちイギリス出身みたいな子ですごいなんかこう海外の日本以外の風をめっちゃ吹かせてくる子なんですよ。なんか合わせたい。ぜひぜひぜひ合わせたい。あいつ会いたい。そう。そうそうそう。もろいっすね。そっか。うわちょっとポッドキャスト盛り上げたいですね。盛り上げていきましょうややってきますよ。マジで。マジでお願いします。ポッドキャスト。ちょっとあの。 ヒップホップの業界にちょっと戻っちゃうんですけどなんかまあ今回のラップスターとかもそうだったんですけど結構フィメールラッパーが多いなーっていう多くなってきたなっていう今年めっちゃ多かったですねなんか例年まあちょいちょいはいたかなって思ったんですけど今年あの百三十人から見れたじゃないですかあそことかでももう結構いたし応募動画の段階でもめっちゃいましたねいましたいましたうんしかもめっちゃかましてましたねみんなかましてましたねガツガツやっ てる子が多くてすごい嬉しかったですねなんだろうそんなに長くやってるわけじゃないですけどうん、うん、体感増えてるなみたいな感じがめっちゃ感じられるそう。私なんだろうな なんか結構私数年前はハードル下げたい私が出ることによってみんなやってほしいみたいな<ー>女の子はやれ私できるんだからやればみたいな風な気持ち持って結構やってたかもですへえ、そうなんだそうそうそうなんかまあでもそういうふうに活動してて、うん、でも、まあ、なんか普通に目に見えて見えてきて で増えてきたから、そうまあなんか多分エイビスさんとか、そう確かに確かにそれかはめっちゃでかいと思うんですけど、まあでもエイビスさんはもう本当になんかスターすぎるから、私とかを見てあこんな風にやれるんだこいつでもみたいなように思わせたかなみたいな。いやいやもちろんじゃないですか。えでもエイビスさんもねコメントしてたんですよね。あね嬉しかったですね。あれ初めて。あのダウンのあたりもう一回でっかいダウンなんだって。確かにそこをいやい脱げ欲しいよとか。

山本さんのラップやんないですか。いや、本当そうですよね。言おうから、やりなよっつって。やってほしい。やっしい。いや、なんかモデルとかもやってたんですけど、昔。でも、なんか、もうやんなくなっちゃってて。みたいな。でも、こっからなんか。うん。いや、いつからでもできるんで。そうですよね。いや、本当にいいフィメールが。はて嬉しいですよね。どうなんですか。なんか、フィメールラッパーの会みたいな、あったりしないですか。つながりはどうなんですか。ないんだ。なんだろうな。 やあるかなでも私はすごいいろんな子を見てフォローするの好きっていうかサンクラ系とかあったらすごい女の子調べてまあ女の子だからったわけじゃないんですけど割となんか、うんうん、調べて自分からフォローしに行ったりとかはしてますね。 ラッパーっってて名乗ってななないいぐらのの感じなのかなアーティスト兼ラッパーみたいな子たちが多いかもですねサンクラとかだとまあでもサンクラとかになるとやっぱそのなんかジャンルの掛けねとかも割と超えて、ね、そうですそうです。うんいわゆるヒップホップっていう感じじゃないけどはい、はい、まあラップ。 そうそうこうとかいっぱいいてはい、はい、なんだろうなまあでも普通に見に行ってそれこそだから幡、はい、ヶ谷フォレストとか見に行ったりとかそういう子たちをとか普通に遊びに行ったりとかしますね。う に限らずですけど、普通に喋りかけて <laughs> みたいな。自分で行って、あ、そうなんだ、繋がってみたいな。めっちゃいいっすね。しますね。はいはいはい。うん、サンキュー結構じゃあディグる。うーん、いやそんなディグってるっていうわけじゃないですけど、まあでもねもう好きかなー。へえー。か、まあそうですね。 うんまあ、女の子見ちゃいますねどういうところで見つけるんですかそういうアーティストとかえ誰だろうえ。でもやっぱラップ詳しい、うん、あのツイッターにいる人が紹介してるのがやっぱ一番かもしんないやす。わか,かりやすいし、うん、プレゼンうまいとあとなんか普通趣味合う人多分フォローしてるから<ー>ちゃんと的確なクリティカルなやつを紹介してるっていう感じですかね。とか あとはプロデューサーフォローしててその人たちが紹介したりとかそれこそ,そのラップスター出てたらナナとかナナちゃんとかはそのホームクラスそのプロデューサーの方を先に知ってて始め みたいなこの子のプロデュースも始まったんだみたいな感じで見てたらめちゃくちゃかっこいいやみたいな思ってたら今回出てきてみたいなあそうなんだ、うん、あじゃあラップスター出る前から知ってたそうですそうです聞いてて、えー、そうそうはやっぱすごいなみたいなすごいですね、うん、いやでもなんかい俺は嬉しいんすよねなんかそのまあなんか中には嫌,じゃ嫌だっていう人もいるじゃないですかフィメールラッパーじゃなくてラッパーだみたいなふうに言う人の名前いると思うんですけどそれも俺もちょっと気をつけながらってなるんですけどはい、はい、でもなんかこう やっぱ音楽ってみんなでシェアできるもんだから性別とか関係なくガンガンねカマせる人が出てきてくれたらねそうそう実際なんか別にまだ平等ではないじゃないですか言ったらそ平等ではないと思うからまあその踏めるっていう切り口でその例えば紹介されてたりとかなんだろうブッキングとか枠があったりとかするのもなんか別にいいんじゃないかなとポジティブに思ってます。俺もそう思う。でもなんか業界変わってきてる感じがしてありますねめっちゃ。 うん意識変わってるですよね。嬉しい本やいいですね。でもこうやってねラブスター出てこれからねマリージャーがこう戦闘引っ張っていろいろやっていくんじゃないですか。できたらいいな。はい。めっちゃやりたいです。ばいですね。までも異物でもありたいですね。異物でもやりたい異物って異物って言い方おもろいな。えそうそうそうやっぱいわゆるとかの時にしないたくないんで。そそっかそっか。なんでこいつってみんながちょっと眉をひそめて見てる人もいるぐらいがタウンチェンジを努力 それは狙ってるんですかやっぱ <laughs> あでももともとそうですよね。もともとそうだしより自分をそのどういうふうに見せるかってなった時にそこを際立ててやった方がいいからみたいな。確、はい、確かに確かににとかあとなんかな、まあ、なんだろうな別に悪く言ってるわけじゃないですけどいわゆるヒップホップらしいとかブラックカルチャーを通ってきている格好とかあるじゃないですか。ああるるとか、うん、髪型とか態度とか。とか。 にえー、となんかそのままストレートにいっちゃうことにすごい違和感私はあるから自分は別にそこで育ってきてないし何、はいはい、だろう例えばダンス文化とかダンサー文化とかにはい、はい、馴染んできた人だったらなんか露出してたりするの自然だったりするはい、はい、けどそういうタイプでもないのになんかそのヒップホップらしい振る舞いとか,んなんか格好とかを私がしだしてもなみたいなうんでしみんながみんなそれになってもしょうがないからまあ,まあ確かにそうです でこ,うこういう人もいますけどみたいなことをやりたいな。うんうんうん、で自分らしさをそうそう,そう,そ,うそうですそうですなるほどねちょっと気になってたんですけどはい,、はい、いつかからギャルやっっててんのかなと思でもなんかなんて言ったらいいのかな割とその、はい、高校入った時ぐらいは。 ギャル文化がももううシューンっっっってててなななんかなくなっていっちゃってた時だったんですよでその高校入る前とかはそのギャルの雑誌とかギャルの漫画とか読んで憧れてたけどルーズとか飽きたかったけど入ってみたら全然もういなくなってんじゃんみたいなだからギャルできなかったなみたいなそのファッションとしてギャルっていうのはだからそういう心残りがあってとなんかうーんだしその流行りもどんどん移り変わっていって。 でそのギャル文化から何ん、うん、て言うんだろう青文字っていうのかななんか原宿系の方にあ<ー>多分原宿とかの方に流行りが移り変わっていった時期で自分も結構もれなくそっちに適応しちゃった方なんですよ <laughs> なんかこうボブみたいな <laughs> パッツンみたいなとかだったんで、うん、ちょっとやれなかったギャルみたいな <laughs> 感じがあって。 で、まあ、でも、そうですね。しばらくそっち系だったかなってファッションとかに関して。言えばそうなんですね。うん、そうですね。ただ、なんか、その、その、なんていうんだろう。なん、なんか、何かな、原宿のりとか、うんうん、なんか美大っぽい感じとか。うん、なんか、こうずるずるっとした格好とかの感じの場所に。えー、行ったら行ったで、うん、なんか、あんま仲間入れないんですよ。なんで、えー、すか。なんか、なんていうんだろうな。 オタクの中に入ったらギャルだって思われて敬遠されるみたいな。でも本当の本物のギャルの中に入ったら私がオタクみたいな。<ー>うん感じで。いまいち半パなパギャルって言うんですけど。 半端なギャル。パギャルって言うんど。<laughs> んどこにもなんか、あんま、なんか、あんま、りしっくりこないなみたいな <laughs>。感じで。そう,だそう、だから、なんかも、まあ、なんっすかね、暗いギャルみたいな友達が多いかもしれないです。<laughs> <laughs> おとなしいギャルみたいな、オタクのギャルみたいな友達が多いかも。 <laughs> うわそこ,のかそこの言葉合わさんのむずいみたいな。そうなん <laughs> ですよ。<laughs> でもちょっと結構居心地悪さを多分抱えてた子たち<ー>なんじゃないですかね。なかなか。 <laughs> そうそうそうギャルの中にいてもなんか私暗すぎみたいな私って暗すぎって思ってた子たちとかあとはんかオタクの前には入りきれないオタクってやっぱなんか掘って掘って知識知識でなんかやっぱ会話していったりとかするんでなんかチャラく消費してるとなんかこうにわかとか <laughs> お前エアプとか言われちゃったりして <laughs> エアプレイそそ <laughs> そうそうそうとか言われちゃったりしてあんまいけないんですよそうなんだそうそうそう、えー だったりするんでなんでなかまあ自分の、まあ、最終的にはなんか割と暗めのギャルが小回りに多いみたいなそうやった、うん、でもまあちそういうもうあれだあの一つのスタイル確立してるみたいな <laughs> うんそうかもしれない <laughs> そ,れそれはパギャルなんですかそれともまたちょっと違う感じなんですかそれはパギャル。 と、昔やっぱギャルだったかもしれないですよね。その子たちは。そうなんだ。うん、で、今はなんかその当てはまる言葉がないですね。ない、でもいっぱいいると思いますよ。なんかちょっと。うん、ちょっと暗いギャルみたいな。ちょっとカルチャー系のギャルみたいな。うん、難しいですけどね。うん、いっぱいいるんじゃないかないや、おもろいな。なんか俺がやっぱ知らない世界だから。結構ああ、ちょっと。細分化、そう。細分化してますね。うん。めっちゃ思う、それは。でも、なんか、今のとこ別にラップ。 リプの人で、なんかフィメルアッ,アップとかで、なんか暗いギャル別にあんまいないかなみたいな確かにね、ガンガンギャルみたいな人がいん、ね、そうそうそう、やっぱ強ギャルが多いんで強,強ギャルなんだ、それゃ強ギャルなんだへぇ強ギャルが多いんで、弱い,はい、はい、ギャルとかなんかこう病んでるギャルとかいないんでまあなんかそこら辺の子達とこうなんかリンクアップしていけたらいいのかなとか思いますいいっすね、いいっすね、新しいリプレゼンテーションだからめっちゃいいんじゃないですかうん、そうですかね、これくらいとんのみたいな感じはありますけどねあ、そう 面白いいやそうかいやもうこうあっという間に1時間ぐらい経っちゃったっ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 つけどちょっとこれからの目標とかもどんどん聞いていきたいなっていうのがあってああ目標やっぱりあれじゃないですかラップススタターーた人の中で一番なるおやばいいいっすね直近だとはい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 誰が優勝するのかわかんないですけどそうっすね ライバルそこをもうライバルとしてそこをもうライバルとして見てそれぐらいこれいきえってねやんないとあれですよねそうですよそうですね確かに確かに自分が一番って思ってやんないとはいはいはいいいっすねですねはい何だろうないやいやんかあれっすかんかアーティストとしてこれからもんか歌っていきたいこととかなかあったりするんですかメッセージとかでもなんだろう めっちゃ主語でかくなるんですけど。なん、はい、か世の中の人が当たり前って思っ、はい。思っ てることを、こう、覆していきたい。はい、めっちゃ。<ー>もう、この年だったら、これはできないとか、うん、こういう人に、これはできないとか、そういうふうに、多分偏見みたいので、もう、思っちゃってる人って、いっぱいいると思うんですけど、うんうん、そうじゃないことを、私が、あの証明していく。<laughs> おおいいっすね。マジで、えー、希望与える。やばいっすね。うん、かっけえっすわ。<laughs> やっぱ、なんていうんですかね、すごい自信も感じるし、んなんていうんだろう、すごい、なんか、俺の勝手なあれですけど、はいはい、すごい自分を、なんていうんだろう、ちゃんと受け入れて、うんうん、自分の、なんか、なんていうんですかす、自分のスキンに関わるもん、なんていうんだろう、なんか、自分、むずいなぁ、ってることわかるんですか <laughs>、はい なんか自分自身であることに誇りを持っているというか、そこがなんかすごい感じるですね。ああめっちゃ嬉しい、はい、嬉しいですねマジでそうだと思います。めっちゃ自分が好きだし、ね、おおマジっすか、うん、いいっすねめっちゃ好きだし、はいはい、なんかまあ良くないところもなんか見つめてそれにどう対処するかを考えていけるところが好き。 みたいなのがあるからなんかそういうふうに一個一個,一個対処したり工夫すればはい、はい、まあ何でもできるっしょみたいなことを思ってるしそれ伝えたらめっちゃいいっすね、うん、えこうなんかあれなんですかあの結構落ち込んじゃったりとかスランプ入っちゃう人とかいると思うんですけどうん、うん、そういうのはないですかうん、うん、ああでもそうですねあんまもうないですねそうなんですか、うん マインドえどういう風にしてるんですかそれとかはえ、うん、それとかはまあ、でも単純にまず体調を整えるみたいな超重要だじゃあ寝るみたいなじゃあ寝る普通に風呂入って早く寝るみたいなことをやって <laughs> で、あと、自分がやるべきことをやれば、割と、まあ、回復しますよ。ああ、そうなんですね。と思います。はい、はい、はい。でも、ジムに行って運動してる、短所してたじゃない。あ、しました。それも、なんか、やっぱ、しっかりしてるなと思ってす。それも、なんか、そうですね。やっぱ、ラップって、結構、体力の音楽。まあ、確かに。ねかなって思うんで、まあ、なんか、普通、走り、めっちゃ、やって。ライブ、できるように。そうか、そうか。ライブ、いきてえな。え来てほしい、本当に。面白そうですね。めっちゃ、そう。声、めっちゃ、出してます。あ、そうなんだ。ええ。出す方ですね。はい、はい、はい、はい。 そうだからそうそうそうめっちゃスケジュールをめっちゃちゃんとして生活することがポイントじゃないですか。重要だしね、うん。ジムとか行って。はいはい,はい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 。カルンダーに入れて。やっぱまだそのねえ。 それこそ今回ロムくんとかまだめっちゃ若いと思うんですけどやっぱ若い子たちってそこを結構ねまだ始めた若いの頃とかそこを分かんない人とか多分多いと思うんですよねうんいや多分そうりはそうかもそうっすよね俺はめっちゃ最近それを学んだというかちゃんと寝るとかスケジュールとか朝も変な時間に起きないとかすげえ重要だな,なうんて、うん、結構重要なんで重要すよね,すよねマジで私何にもしないで時間が経ってきちゃった経験がめっちゃあるっていうか、はい、何もしてないのにそのもう 曲出さないで半年経っちゃったじゃんみたいなこととかめっちゃあったんで<ー>もう全部計画してちゃんとやるようにしようかなっていうかしてますすげえな、うん、なるほどね結構各地でライブしてるんですかいいいやででででもも東京が多すすねたままにに本当に呼んららえていくぐらいかなだ全然です でもこれから声かかるんじゃないですか。だといいんですけどね。どうなんだろう。どっか行きたいところとかないんですか。行きたいところ。な、え、ん、ー、だろう。えー、でも。 なんだろうえ北海道も行きたいですよ北海道うん、行ったことないラブしたことない北海道九州沖縄ぐらいは行ったことないんで行きたいですねはいはいはいいや俺マジでもうここの出てきてるゲストとかも本当に全員北海道出てきたいぐらいでマジでやりたいんっすよね北海道と東京でやりません二回あいいっすねそれ東京北海道それ暑いっすねそれがいいそれやりたいめっちゃ行きたいいいっすねそっかそっかわ。 あれ、リリースとか特に予定はないですかリリースが、えっと、多分もう出てると思うんですけど、三月八日にシングルを出す予定ははいいあの、ラップスターのリリックに入れてた、あの、でっかいダウンが欲しい見てくだりあったじゃないですかあれのなんか、ネクストストーリーみたいな曲よー、超楽しみそれそれいいっすねそうそう、ダウンについてめっちゃ見てる曲 が出てるはずです。おお、ほんとですか。うわ、楽しみだ。もうそれはもうリリースされてるってことですよね。各チャンネルで。はいはい。OK で、ちょっとそれもリンクとかも貼ってくんで。お願いします。ホワイトダウンジャケット。ホワイトダウンジャケットっていう。おー、いいっすね。ホワイトダウンジャケット。聞いてください。はい。各種ストリーム中なんで、はい。リンクも貼ってくんで、ぜひぜひ皆さんね、チェックしてもらって、これからのね、アルミちゃん活躍もね、期待して。期待してください。はい。見て、ぜひね、活動も応援してもらって。 いいいろいろチェックしてててもらってっていうことで、はい、えちなみになんかどういうソーシャルメディアのチャンネルでアクティブとかあったりしますあでもインスタツイッターぐらいですかねはいはいはい TikTok も一応始めました<ー>始めましたっていうかはい、はい、全然動かしてなくて最近なんか投稿してみたぐらいありますはい、はい、でもこれからどんどん投稿していくんじゃないですかやっていいきますはい、はい、OK ですということでじゃあまたこれからのね最近にも期待して次のエピソードでお会いしましょう Peace! イエーイ <laughs> <laughs> ありがとうございましたまお疲れ様です。<laughs> <laughs>